月がどうして黄金色をしているのか知ってる？月の精霊の長い長い金色の髪が月を覆っているからなんだってさ。だから初めて君を見た時、精霊が降りてきたのかと思ったんだ。こんな綺麗な存在が人間なわけないって。この地上に降りてきた精霊様を絶対に守らなきゃいけない、そんな風に勝手に決意までしてた。大げさね。私はただの女よ。うん、そうだね。屋敷に来た君は女の子だった。泣きもすれば笑いもする一人の女の子。メソメソ泣いたりしたから呆れちゃったんでしょ。逆だよ。俺は君の涙に強さを見た。泣くのはまだ諦めてないからだ。本当に諦めた人間は泣くことすらしなくなる。ただ環境に適応しようとそれだけに専念する。でも君は無理やり連れてこられてあんな状況で花嫁になったのに、現状への不満を言った時は一度もなかったんだ。辛くても諦めずに涙を流した。今にして思えば俺はあの時に惹かれたんだろうな。震えている君を守りたくなって同時に尊敬した。どうしようもないくらいに恋焦がれた。今ではあの時の気持ちが遠い昔のようだよ。ナランは伝承に詳しかったのね。少しね。詳しかったのは俺じゃなくて兄貴の方。スレン？違う違う、実の兄貴の方。え、兄弟がいたの？ほら、前に北方からの侵略を受けた時に兄貴スレン様に助けられたって言っただろ。あの時までは親父とおふくろ、それに3人の兄弟たちと海岸沿いの町に住んでたんだ。みんな侵略者に殺されたけどね。そうだったの。兄弟とはよく喧嘩したけど、でもすごく仲が良かった。特に一番上の兄貴はよく面倒を見てくれてさ。敵兵が押し寄せてきた時も俺を背負って逃げてくれて、そうして俺は兄貴の背中で戦いもせずみんなが倒れていくのを眺めてた。お袋と親父が刺され、二番目の兄貴は首をはねられ、三番目の兄貴は俺を火矢から守って燃えた。友達だった子たちもみんなみんな海に投げられていくのが見えたよ。それで最後に俺を背負っていた兄貴も前から現れた敵兵に切られて動かなくなった。もうダメだと思ったよ。涙なんて
一滴も出なかった。それどころか痛いと感じる間もなく死ねるといいななんて思ってさ。そんな時スレン様が風みたいに現れたんだ。俺はもう何が何だかわからなくて、気がついたら腕を切り落とされた敵兵が地面に倒れてた。スレンがあなたの仇を討ってくれたのね。いや、兄貴は腕を落としただけで背を向けたんだ。まだ敵は生きてうめえてるっていうのに、俺はたまらなくなって、まだ生きてるだろう、殺せよって怒鳴ったんだ。それで帰ってきたのが、知るか、自分の仇くらい自分で撃てなんて答えだったから、ほんとびっくりしたよ。しかもあっけに取られてる俺に剣まで握らせたんだ。俺が初めて人を殺したのはその時だよ。意外？されたことを思えば不思議ではないんでしょうけど、でも普段のあなたは殺意からは遠く思えたから。俺はそんなに綺麗な人間じゃないよ。あの時も何かが切れたみたいに頭の中が真っ赤になって、夢中で剣を振り下ろした。何度も何度も狂ったみたいに突き刺した。というより狂っていたのかもしれない。剣を振る手がしびれて、もう持てなくなるまで続けた後、ずっと傍観してた兄貴が近づいてきてさ。満足したか坊主、そう聞いたんだ。俺は、ああ満足だと答えたんだけど、でもどうしてなんだろうな、全然愉快じゃなかったんだ。むしろ心が空っぽになって、気持ち悪くなって、胃の中身をぶちまけた。全部出し尽くしたら、今度は無性に腹が立ってきて、満足なわけないだろうとか、あんたがもっと早く助けに来てくれればとか、散々にわめいた。そしたら兄貴、なんて言ったと思う？スレンのことだから原骨くらい落としそうよね。逆だよ。兄貴は怒りも同情もせずに淡々と言ったんだ。じゃあ次は、大事なもんを失う前に自分で守れるようになるんだな。強くなれよ坊主。その瞬間、俺の人生の目標は決まったんだ。兄貴のように強く優しく器の大きな男になりたい、そう思って必死に訓練した。守りたかったんだ、俺に新たな道を示してくれた兄貴を。ずっとその背中を守っていたかった。なのに俺は兄貴を。だからさ、その兄貴が大切に思っていた君をどうしても守りたいんだ。兄貴の代わりに俺が君を守るよ。あの連城を過去のものにしてでも。
守られたいわけじゃないわ。でも同志である君と君の夢だけが今の俺の存在理由なんだ。それじゃダメかな。いいえ、ダメじゃないわ。ダメじゃない。嬉しいわ。ありがとう。今度こそ何があっても守るよ。俺が君の盾になる。それでは離れられないわね。どちらかがなくなったら負けてしまうもの。だからこそ俺たちは負けない。夢が叶うその日まで一緒に戦い続けよう。そうね、なら私はあなたの剣として生きる。